言葉のやり取りがすごく、なんでしょう、挑発的だったりで面白いなと思って、一度読み始めたらもう最後まで一気に読んでしまったんですけれども、ちょっとお恥ずかしながら1回目じゃいまいちどういう話なのかがピンとこなくて、でこう2回目3回目読み直して、こうどんどん、あ、こういうことか、あ、これってこういう意味を含まれててこういう意味だったのかっていう、なんかこう噛めば噛むほど味がある脚本だなって、戯曲だなってすごく思いました。なんか家族って結局何なんだろうというか、これは家族ごっこにまたごっこが重なってまたごっこが重なってっていう二重三重にもなって、家族の定義って何って、なんかちょっと読み終わった後ゾッとするような、このメインの家族の弟の婚約者の役で、多分出てきた時は唯一の一番正常な人というか、こう常識というか普通の人なんですけど、だんだん巻き込まれていって、彼女も家族ごっこに参加していくみたいな感じの役どころです。幻想的なのにすごくリアリティがあって現実的でっていうのがミックスされているような、なんかすごく素敵な作品だなと毎回思っていたので、今回ご一緒させていただくのがすごく嬉しいんですけど、それと同時に今回のこの戯曲を熊林さんがどう作っていくんだろうっていうのが、なんかとっても私参加者なんですけどワクワクしてます。楽しみです。とても今回本当に素敵なキャストの皆様と一緒に、とにかく足を引っ張らないように全力で頑張りたいなと思います。私がこう最初に戯曲を初めて読んだ時に、なんかこうグワーって巻き込まれる感じがしたのと同じように、見ている方もなんだなんだみたいな、こう狂っちゃうぜみたいな感じの、一緒に巻き込みながら楽しめたらいいなと思います。